ラライト、ツイッターにてロフト3限定テックドロー2グラデーションの発売が発表されました。チェックしますといった矢先のことですね。これは非常にありがたいです。カラーリングは全3色、シルバー×ゴールド、ブラック×ブルー、シルバー×ブラックとなります。ツイッターの方では質問もある程度は回答いただいているようで、例えばブラック×ブルーのカラーリングは過去に発売した新ケースと同様のカラーリングとなっているとか、販売開始に関してはロフトさんのアナウンスだと3月10日以降順次発売らしいですとか、これはちょっと買うしかないか、ロフト遠いし駐車場代もバカにならないんですけどね。いやしかしこれは欲しい、どれにしよう、もう全部欲しいんですけど、ちょっとお値段のアナウンスとかがないんですよね。そこを決めるのはロフトさんなのかな。